や田べ黒マロは、奈良時代の人物。武蔵国入間軍の農民。や田べ氏は、本来、仁徳天皇の皇后、八田王女の名城から発展したもので、聖は当初は作り、後連。日本初期、主人天皇六十年七月に、や田べ作り演奏部住みとあり、仙台休寺本議、天孫本議にはにぎはやひ命の八世の孫、物のべたけし書墨の孫の大別連行が、 仁徳天皇の時代に死作りになり、矢田部蓮公の姓を賜ったという書伝がある。初期には、水古天皇22年6月に矢田部作りという人物が犬神の御助と共に大統に派遣されており、この一族は天武天皇12年に蓮と改正している。新先生史録、左京神別によると、矢田部蓮は、いかわが色か、命の後なりとある。 これとは別に無制の矢田部氏は東北を中心として各地に分布している。俗に本気の語るところによると、黒マロは父母に仕えてこうであり、生きている時は色々をなし、死んだ後は愛気を極めた。歳時期を十六年続け、終始欠かさなかった。そこで、宝棄三年十一月、天皇はその贈用を免じて、高校を検証した、とある。これは、 不駅令17の孔子順孫5条によるものである。来期の定める歳時期は3年間であり、早々令17、副期上には、副物期間は、君、父母、及び、夫、本主のために1年ともあるため、黒マロは長期にわたり、歳時期を続けたことがわかる。ありがとうございます。